豊田市南部町どんぐりの里と呼ばれる、ここを訪れる人々に安らぎを与える特別な場所です。我々は今、木々が生い茂る緑深い道を抜け、道の駅へと向かっています。周囲に広がるのは手つかずの自然と時の流れを忘れさせる静けさ。車を走らせるたびに都会の喧騒を遠くに置き去りにし、心が洗われていくようです。さあ、豊田市南部町の小旅行を始めましょう。チーム R。 いる稲部の温かな看板が迎える、こちらは話題のシーカフェ豊田市にあって、このようなカフェはまだ珍しく、その心地よさが早速目を引きます。店内へと足を進めれば、ウッドデッキに美しい足湯が、3組のお客様が同時に楽しめるスペースからは稲部ならではの落ち着いた景色が広がっています。手に取るメニューには、朝の時間限定で飲み物を注文するとトースト半分と茹で卵のモーニングセットがついてくる嬉しいサービスの案内が。運ばれてきたのは、透明感あふれるアイスカフェとこだわりのスギロースティングコーヒーとともに、モーニングを彩るシンプルながらも心温まる一皿。スギロースティングコーヒーを味わいながら、程よい硬さのゆで卵を頬張る、この一瞬が朝の始まりにふさわしいと、あなたもきっと思うはず。足湯に浸かりながら空を見上げれば、ここまで伸びやかに、この景色は一日の活動への素敵なエールを送ってくれます。ここグローティール稲部で、自然と一体となるようなゆったりとした時間を過ごして、日常にちょっとした非日常を加えてみてはいかがでしょうか。着いた。